お元気ですか、ボクシミです。今回は2024プロ野球チップス第1弾の開封動画、第8回目でございます、ね、もうそろそろね、ラッキーカードがね出てもいい子かなと思っております。それではね早速やっていきたいと思います。 で7回目に続き今回もね5袋で挑戦していきたいと思います。まずはね1袋目でございます。千葉ロッテの岡大海外野手でございます。元ねファイターズでございます。読売ジャイアンツの戸郷翔征投手でございます。2袋目でございます。ヤクルトスワローズの山田哲人内野手でございます。読売ジャイアンツの秋広優斗内野手でございます。3袋目でございます。最優秀長すぎのカープの島内宗太郎投手でございます。広島カープでございます。で千葉ロッテの小島和也投手でございます。4袋目でございます。楽天イーグルスの田中将大投手でございます。でオリックスバファローズの平野義久投手でございます。最後の5袋目でございます。でスターカード出ましたね、広島カープの、床田宏樹投手の、キラでございます。で最後は西武ライオンズの源田壮亮内野手でございます。以上で2024プロ野球チップス第1弾の開封動画第8回を終わりたいと思います。またしてもね、ラッキーカードどころか白菜カードが出ませんでしたので9回目にまたやりたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。